唐刀派生シメオンは、聖教会、非カルケドン派、カトリック教会で崇敬される聖人。最初の唐刀者。唐刀者は、聖教会における訳語。聖教会以外の場面では、中東行者との訳語がある。シメオンについては他に、シュメオン、シモンといった転写もなされる。以下は教会に伝えられる伝承である。アナトリアのキリキア州に、 羊飼いの息子として生まれる。13歳の時に生体礼儀に参闘した際に福音業の一節として読まれた神福急誕の冒頭に感動し修道院に入った。18年間を修道院で過ごすがあまりに激しい労働と厳しい祈祷、時に励んでいたため修道院長はシメオンが健康を害することを恐れ、たびたびこれを止めたこともあった。さらに、 この世から離れ絶えず祈祷するために、シメオンは修道院を出て山に入った。孤独な修道生活から逃れたい願望が生じることを恐れたシメオンは大きな石に鎖で自分を縛り付けたが、これを聞きつけたアンティオキアの司教、メレティオスがシメオンの元を訪れ、人間は自分の意志の力で自ら制御していくのです。ただ知恵と希望とによって、 自分を治めなさいと教えると、シメオンは直ちに鎖を解き、ただ固い望みによってのみ、己を繋ごうと努めた。さらに努力を重ねようとしたシメオンは、一つの高い塔を築き、頂上に小屋を建て、そこで絶え間なく神に祈祷した。シメオンは神に喜ばれ、奇跡を行うようになったと伝えられる。聖シメオンの遺恨。シメオンが修道士たちの使者から、塔から降りるように言われ、 直ちに寄りようとする場面が左に描かれている。この噂を聞きつけた修道士たちは、シメオンが他人より優れようとする傲慢から、このような得意な修道をしているのではないかと疑い、使者を使わした。使者には、なぜシフの規則に従わず奇妙な修道生活を選んでいるのか、すぐ塔から降りて、他の修道士たちのように神に仕えよ、とシメオンに伝えるように命じた。 もしシメオンが伝言を聞き入れなかったら力づくで、引き下ろすように、もしシメオンが伝言を聞いて、すぐに塔から降りようとしたら、それは、謙遜から出ている神への真の使いであるから、塔の上に留めて下してはならない、とも命じた。果たして死者の言葉を聞いたシメオンは、塔からすぐに降りようとしたので、死者たちはシメオンを塔の上に留めた。 シメオンはよく人々の相談に乗り、病気の人のために祈った。彼の祈りによって、多くの病人が癒されたと伝えられる。シメオンは謙遜と愛を持って、すべての人を迎え、人々が自分を褒めることを許さず、ただ光栄を神に返して感謝させた。四十数年間、塔の上で修行し、人々を教え導いた後、四百五十九年に、永民。遺体が安置された聖堂にいた。 耳が聞こえず口も聞けない少年の耳と口が癒される奇跡が起きたと伝えられている。シメオンの死後、シメオンに習って塔に登って修行する修道士が何人か現れたが、時を経て得意な修道形態としてこの形式そのものは廃れた。しかしながら、聖シメオンは多くの弟子たちに存命中も死後も大きな影響を与えた。モスクワに流れるヤウザ川のそばにある、 東東派生シメオン聖堂の外壁。東東派生シメオンの遺恨。各地に東東派生シメオンを記憶する聖堂がある。シメオンの柱のあった場所は、現在のシリアアレッポ県にあたる。柱は現存しており、その周りには聖シメオン教会が建てられ、その一帯はシメオンの名をとって、ジャバルサマーンと呼ばれる。記憶日は、聖教会で9月1日。 西方協会で1月5日である。世界一柱の上に長く座り続けた人物としてギネスブックに掲載されている。2009年現在、ギネス世界記録に認定されている記録の中で最も長く更新されていない記録でもある。ありがとうございます。